友達じゃねえんだからよ。辛口食べてたら辛くなっちゃった。辛っ。マジ、ポージ早く来て、これ一口食いたい。食わせたい、ポージ。絶対ポージおかしくない？寝ててもさ、ね、歌舞伎町だよ。すぐ出てきたら、来れるじゃん。11時にチェックアウトなのにさ。あ、中辛か、中辛？これ中辛にしたんだっけ？で、ホテルを出た瞬間にリエコからはね、こうやって絡んでくるわけでしょ。おかしいわ。辛口だよな。普通だと甘すぎたんだよ。中辛にしとけばよかった。カレー国来るかしらないしに今で、あ、まだ11時に回ってないんだ。11時にチェックアウトだと思った。もうまだ11時もなってなかった。俺の計算間違った。でもね、こんなちょっとの時間でさ、寝る？普通絶対呼んだよな。離れて1時間ちょっとぐらいあっただろ。コーラ寝ないんだよ。呼んでるね。足つぼはないだろ、昨日痛いって言ってんだから。王子が寝る人今から出てくる。もう何残ってない。これカレーだけ食わせたいな。超辛いんだけど。マジでさっきより刈り上がってるってこと？ポージ。だからあんまりね、ポージと同じサイクル作りたくないんだよね。なんか俺が寝てるときはポージ配信してほしくて、ポージが起きてる間、寝てる間俺が配信したいみたいな。ポージとすれ違いの配信のね、時間帯にしたいんだよね。冷たいよね。マジ興味なくなる。でもできなくてもマジ興味なくなるし。いや、辛くて選んだ。辛っ。マジカレー、お腹下しそう。いや、かぶってきてるの。明日早起き。夜早寝、ポージュ。
A 型。なんで俺今考えたんだ。辛くて眠くて頭回んなくなってきた。おやつなんて何があるの？どういうこと？おやつなん？どこにおやつなんて。ありがとう。最近 A 型の人じゃないと出会わないね。超辛いよこれ。まあ俺辛さに弱いけど、あんまり辛いの食えないけど、ここ一とかさ、ゼロ辛でも辛いもんね。本当辛いの無理。チョコチップなんとかない。シーズナーしかない。カレー食えない辛口は。ここ一辛いっすよね。マジゼロ辛でもいつも後悔する。カレーと思って。エミリさん20辛とか食えんだよあれ。すごくない？ありがとうございます。誕生日好き。甘口はあんま美味しくないです。ピン止めしなくていいっすよ。美味しいカレー屋さん見つけたんです。あーこれ後悔するな。あと1枚食べたらな。あと1枚食べたら後悔するな。これ大丈夫かな。これいや別になんかそんなね、朝食っていうか、さっきそば食ったし。これ太るわ。頑張らないと。ダイエット。やってないだろ。エミさんと本当にね、あれだから、一切関わり合わないから、距離空いてるときは。来たらね、こっち来た時にね、あのタイミングがあったら、なんかここのあの店員さんがさ、結構よくしてくれるんだよ。街の中で歩いてたらさ、ああまた来てください、また来てくださいって。店員さんもすごいいい人で、本当美味しいからね。やっぱいい店員さんとね、こういいお店だったらさ、なんかよく返したいなと思うよね。ここもさ、11時からオープンなのにさ、10時からなんか外でいさせてくれるし、1時間前から勝手に座らせてくれるってすごくない？ビリヤニはないと思う。辛いの得意じゃない、超辛い。ラッシュあるラッシュ。俺が食べたカレーの中、屋さんの中一番美味しいもんね。11時からなのに10時から来てくれる。座ってていいですよ。まあ、覚悟ある人だけ。俺と歌舞伎町の外れ。全然違うね。むしろ食べたくなくて苦しい。お腹いっぱいで。
マジ唇についてあるよ。カレー辛くてヒリヒリする。マジカレー。俺もそう。仕事ろくにしてないのにお腹空いちゃう。食べ過ぎちゃった。ポジ歩くのすげえ遅いからな。すんごいちょこちょこ歩くすんだよ。なんか途中その場で跳ねてんじゃねえかなと思う感じ。わかる？ポージの歩き方。歩いてねえんだよあいつ。歩いてるふりしながらこうやってただ跳ねてるだけなんですよ。進んでねえからあいつ。イライラする。ルイジさん待ってって言うの。その場で跳ねてるだけだからこれ。一生跳ねてろよと思う。カレーちょっとカレー何やってんだよ。もう食べない。もう今日は何も食べないで寝るかもしれない。汗は出ないんだよ俺食べ物。沖縄関係ねえだろあれ。今日何の予定もないですね。今日の予定汗俺食べても出ない人なんだよね。代謝が悪いんだよ。いやここのカレーだけっすよ。俺ほんとあんまりカレーね美味しいって思わないんですけど代謝悪い。汗から進んでない進んでない。ポージポージ進んでない。一生帰れない。ポージポージポージ急いでる。ポージ進んでないし、足くじくし。全然進んでない。どこ行っちゃった？ポージ。全然進んでないから。一生つかない。上がれない、上がれない。食べ終わった？うん、食べ終わった、ちょうど。嘘でしょ？超辛かった。辛口頼んだら超辛かった。辛口舐めてた。え？普通以上？普通、中辛、うん。普通で甘かったから、中辛よりもう一個行ってみようと思った。辛口頼んだら。中辛、辛口。激辛もなる。唐辛子3つ。うん。唐辛子に超辛かった。おかしくなりそう。ちょっと見てて。やばい、足の揉み返しがやばい。お疲れ様です。待ったー、みんな。ああ。っていうか、すごい量食うね。すっきりしてないよ。寝てたって。え、すごい量食ってない。待って、俺、ちょっと飲み物ここで1個だけ食べる。すいません。あ、帰るの？何食べる？あ、アイスティーだけ1個、あれしようかな。で、大丈夫、大丈夫、大丈夫。え、誰と？いや、一人って。おはよう、ゆかちゃん。いや、違うよ。片付けてたんだよ、ホテルを。片付けたりとか、こう、荷物積んだりとか。ハンバーグのリュックは置いてきた。置いてきた。これは、いつもありがとうございます。これは、しきちゃんからもらったカバン、これは。しきちゃんからもらったやつ。このカバン。ポジ、すっきりした？ん？すっきりしたの。うん、うん、あれ芸能人じゃないの？違う？違う？なんて人？
女優？女優、シスムが古い。嘘でしょ？名前わかんねえ、なんつったっけ、あの人。本当？多分テレビで見たことある。でも女優だとタクシー乗ってるんじゃない？家近いんじゃない？そう。ポジ、何してたのこんな遅い時間。なんか今起きたっていう感じじゃないね、テンションが。いや、食いついて眠くなった。思わない？今起きたってテンションじゃないね、さっきまで。ポジ、今起きたってテンションじゃないよ。あ、だって起きてからここまであれでしょ。その間にテンション上がっちゃったってこと？うん。ルイジ、ねえ、名前なったさっき。ルイジ、芸能人見たことあるってさ、みんな知らないの？ルイジ、芸能人見たことあるって。芸能人見たことある。さっきの人、名前なった。あ、本当ですか。アギフト、ありがとうございます。あ、テレーズさん、ありがとう。テレーズさん、テレーズさん、アラブの席はビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、テレーズさんがいないとやってきない。いつもテレーズさん、ありがとうございます。テレーズさん、ありがとうございます。ねえ、何にも知らないんだから。え、もしかして芸能人と。あ、そっか。わかんないよ。芸能人と見たことあるって言われちゃってね。トーカリサちゃん。うん。怒られるよ。トーカリサちゃん。怒られるよ。違う。怒られるよ。名前出さないでって言われてんだから。トーカリか。怒られるよ。トーカリサ。怒られるよ。怒られるよ。お茶飲む？いい。お茶。もう何にも入れない。アイティーはいらない？うん。ちょっと待って。怒られるよ、ほんと。この間も、てめえ、名前出すんじゃねえよってめっちゃ切られたの。すごい子なんだから、この子。ね、素敵な人ですよ。あー苦しい。かわいいでしょ。こっちの方がいいか。ずっともう。あー、なんだっけ、さっきのカレー屋さんの名前なんだっけ。カレーハウス。カレーハウス。でもミモザ。カレーハウスミモザ。あっ、その名前もあるんだ。ミモザって名前なの？ミモザだったと思う、確か。へー、うん、シンプルな名前だなと思った。カレーハウス。ミザス。ミザスだった。ミザスカレーハウス。先に着いた。カレーハウス目指すだったら、ありがとう。いやーね、別にカレー好きじゃないんだけど、なんかチーズナンがうまくて、昨日濃厚で甘くて美味しかったのに、今日辛口頼んだら超辛くて、もう、じゃあ意識飛びそうになった。今日のあの、このバランスを選んだら、うん、中辛がいいね。中辛がちょうどいいってこと。うん、甘口じゃ甘すぎ、辛口じゃ辛すぎ、うん、中辛じゃちょうどいいんじゃない？でももしかしたら甘口だからあんな美味しいのかな、濃厚でなんか美味しかったな。さやちゃんありがとう。というわけで、今日からまた1週間暇です。俺とポージ、新宿ルイージの家とつまちでもいいですし、日によって辛さが違う。病院行こうかで、荷物のこれ、今日とかさ、眉アートとか空いてるお店あんのかね。俺、CO2 レーザーやりたい、俺。1万円だっけ？1万円らしいよ。一緒に行く？じゃあ俺も CO2 レーザー一緒にやりに行く？これ電話閉める？これ2人で CO2 やっちゃう？みんなのせいでね、ポージね、やることないとき、いつも勝手に美意識高くなっちゃうんだから、みんなが遊ぶ予約してくんないと、ね、遊ぶ予約くれないと、俺たち勝手にどんどん顔が綺麗になっていっちゃうよ。みんなでね、俺らの予定埋めてくんないとね。じゃあ今日は何しに行く、どんどん顔面特化していっちゃうよ。いいの？どんどん綺麗になっちゃうからね。暇がある、あればあるほど顔が変わってくる。変わってくよ。いいの？みんなのせいだよ。見たい？二人で、おじさん二人でどんどん綺麗になっていくとこ見たい？みんなのせいで。わからないよ。
今日暇すぎたら明日顔に二人とも包帯巻いてるかも、ね、失敗ってこと、うん、成功、お肌綺麗になる、だから大きい手術したいって言い出すかもしれんよ。肌は綺麗になりたいね。眉タトゥーもしたいし、おでこ出したいよ俺。それいいやんって。じゃあすいません、やばい、こっからマジで揉み返しやばい。こっから攻守交代で王子の枠に行きます。よかったら最後に一戦だけ応援よろしくお願いします。よかった、昨日だけだった、ギフト飛んだ、さっき、あ、いたもんね、クーちゃんの時ね、うん、クーちゃん、クーちゃんに勝つってすごいね。4月30日1位はセリニャ誕生日、生産、セリニャさん知ってる、ね、よし、セリニャカリスマカップルと勝負しに行くか、強いぞみんな、応援お願いします。あー、テレーズさん、テレーズさん、アラブの席はビルゲイツ、ソフトバンクさん、テレーズさんがいないとやってくれ、テレーズさんありがとう、テレーズありがとう。カリスマカップルに断られた。あ、あれじゃ、あたおか会長ってもやつ最強でしょ？ダメだ、友達がいなすすぎて、こう。バトルする相手がいない。誰もいない。ランキング、ランキングは無理やて。ポルポン今やってないでしょ、出てこないもん。誰もいない、皆さん解散します。だって怖いもん知らない人、じゃあ配信してる人、じゃあ分かった、じゃあこれで、え、なんでルイさん、はい、なんで D1 にやってる、このアカウントほとんど使ってなかった。あ、え、何バンになったの、うん、うん、あ、か、その D1 の一番上の人とか、あ、で、あとも D1 の知らない人でバトルやってももろんないもん。皆さんビビってます、すいません。じゃあ皆さん、最後あ、ゼロンさん枠投げでよかったらお願いします、枠投げで。別にいいよ、嫌いでも。ありがとう、富士さんありがとう、ファンダムありがとう、富士さんありがとう、ラプチャありがとう。今日もね、俺とポジ一日中暇してるから。昨日みたいなね、よくあるよ。今新宿にいます、今ね、表参道にいます、遊んでって言ったらね、すぐ出張デリバリー行きますんで。新宿秘密基地なんで、すいません、よかったら。ファンダム、方もありがとう。神ありがとう。足が。ありがとう、みんな。おじ、昨日頑張っちゃったみたいだね、久しぶりにね。昨日？うん。ありがとう。今日何してたの？ありがとう。配信しないでね、夜。夜は当時の時間帯なのに、配信しないで。カラオケ行って。カラオケ行って。疲れちゃって。なんかこけてるもんね、方が。嘘。うん。なんかその日によって顔は違うんだよな。マカちゃんありがとう。ほうれい線がこういう人、薄い日がある。カリスマカップル喧嘩中なの？ファンダムありがとう、クレープさん。病院電話する？まあポジの枠でやって、予定が決まったら一緒に行くね。ユイ？うん。ね、ユイさん。いいよ。ペン。何のペン？ボールペン。ボールペンはないね、うち。ありがとう。ありがとう。いい？もう投げ終わったかい？ありがとう。トップワン、ハルさんありがとう、ハルさん。ユコさん泣いてた。汚ねえ涙だ。あ、配信待ってる。ああね、俺ちょっとだから、ちょっと疲れたから攻守交代で、ちょっと俺は昼寝入って、
どうしようかな。俺、ユニクロ行ってこようかな。テレさん、ありがとう。テレさん、ずっとありがとう、テレさん。わかんないな、本当にありがとう、テレさん。ここ、ね、寝てんのかよ。泣いてんのか、寝てんのかわかんねえな。何？自転車あったらここ便利だね。歌舞伎町まで自転車で行きたいってこと？盗まれるぜ。え、普通の。あれ、ココアさん、まさっきのココア。安いやつでも？パクられる？パクられるよ、すぐ。まあ、1万ぐらいの安い自転車だったらいいけどね。でも、自転車さ、髪型崩れるしさ、配信上邪魔だし、俺いらない。歩いていけるだろ。まあ、でも、三丁目のユニクロまではちょっと自転車欲しいな。あそこ遠いんだよ、地味に。あ、例えば、ドンキ行くときとか。ああね。ああ、大丈夫、いいよ、いいよ。多分ポージそういうお店に行くときだけささっと行きたいなと思う。何のお店？うわうわ今すぐうわうわちょっと自転車で行ってくる。うわお店に行きたいな。 S ありがとう。 S ありがとう。レンタル自転車なんか今あるんね、確かに。そこにキックボードすん借りるとこあるよ。あ、そっか、ルイさん、免許持ってんじゃない？乗ったことある？何？キックボード。キックボードって免許ないとあれなの？あれじゃない？だってナンバーついてるでしょ？あ、たまたまだよ、たまたま。カリスマカップルさん大丈夫です。たまたまなんで。めったにバトルね、カリスマカップルの。俺、ほとんど拒否ってるんで。たまたま今いいかなと思った。うん。すぐそこの、近くの、そこになんかこのキックボードのレンタルのアプリさえ取れば借りれるやつあるわ。あれ？ルイさん免許持ってるでしょ？ん？免許持ってる。車の免許持ってる。ポージも持ってるでしょ？だって。うん。だからね、ちょっと、東北の方行きたいね、東北の方。ということで、ギフトたくさんありがとうございます。大魔王さんが、大魔王さんが、アラブの石油、ベルゲイ、ソフトバンク、そもそも大魔王さんがいないとやっていけない。お金持ちクトップ、ありがとう、大魔王さん。タイムさんありがとうございます。何ループって今あれなの？電波悪いってこと？ありがとうございます。というわけでみんなありがとう。いや、ね、眠い。ご飯食べたら。また結構食うね、ルイさん。ま、マオどうすんの？マオ。一週間ぐらい暇だぞ。もう来るか。ガンダム。DM、あ、LINE するよ、もう。喧嘩したからバトルなんてしたくない。あ、ごめんね。わかった。ポジ、いけんのかって。枠つけれんのかって。あ、俺？うん。回せよ。あんまり喋れる自信がない。なんで？昨日、もうずっと寝てたしさ、昨日も寝てて、さっきも寝て、元気満々のはずなのに、なんで喋れないの？怪しくない？してたんでしょ、なんか。2回したんでしょ。普通に足が痛いのって、ちょっと、なんだろう、体かな。やりすぎた、あれ。やりすぎたね。わかりました。皆さん、以上です。現場からは以上です。ありがとうございました。違う。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。ポージーは、ね、うん。もみ返し。しすぎちゃったみたい。吸い取られちゃった。もみ返し。ありがとうございました、皆さん。現場からは以上です。ありがとうございます。ポージーの枠やります。じゃあねー。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。